立志社高等学校は東京都墨田区太平二丁目にある私立高等学校。学校法人立志社が経営している。略称は立志と呼ばれている。1999年に各種専門学校を運営する学校法人立志社により設立された全日型通信制家程の高等学校。公明の由来は 板垣大輔をはじめとする人たちが志を達することを期して設立した立志社にちなんだもの。学校であるため、社を学び社の社とした。高校偏差値を掲載しているサイトには偏差値が掲載されているが、公式サイトでは、本校は入学試験では学力試験を実施しておりません。しかし、一部の高校案内において偏差値がついており、 多くの入学希望者から入学が可能かどうか心配して問い合わせが来ております。本校では偏差値に関係なく入学試験では学力試験は実施せずに A 推薦は面接で B 推薦及び一般入学は面接及び作文で学習意欲の有無を重視して入学選考をしておりますと記載されている。平日コースと土曜コースがある。平日コースには普通クラスのほか。 進学コースや特進コースがある。比較的自由な工夫であり、頭髪に関しては規則を設けていない。また、基準服はあるもののワイシャツやネクタイ、リボンなど細かい制限はない。グラウンドが狭いため運動部にはハンデがあるが、公共施設を借りるなど、いろいろと工夫をしながら、練習に取り組んでいる。野球部は、夏の大会で10年近く初戦突破かつ3回戦以上の、 成績を残していた。ありがとうございます。